平成28年3月2日、阿蘇市宮地の県立阿蘇中央高校青豊校舎で、第4回赤牛料理試食会が行われました。この試食会は、阿蘇中央高校が阿蘇世界文化遺産登録推進事業教育モデル校となっており、草原再生に不可欠な赤牛生産の活性化と消費の拡大を目標に掲げ、赤牛肉を使った新しい商品を開発し、地産地消を目的としています。平成24年度から毎年行われ、今回で4回目を迎えた試食会には、地元の飲食店や道の駅などからたくさんの来場者を迎え行われました。まず、後藤市政教諭が、赤牛が地元で消費され、赤牛畜産農家が活性化されればという思いで生徒たちが努力した結果です。よろしくお願いしますと挨拶があり、続いて生徒たちによる料理の説明が一品ずつ行われた後、試食がスタートしました。会場を訪れた人からは、とてもいい味で驚いた、すぐにでも商品として販売したいとの声も聞かれました。阿蘇中央高校では、これまでに6品目がすでに商品化され、道の駅阿蘇などで販売が行われており、今後も地産地消における活躍が期待されています。